はい、どうも、走れ葵チャンネルです。昨日ですね、WBC の試合を見に行ってきました。で、試合を見てたら、なんかツイッターをこう見てましたら、カズロー TV のカズさんがいるってことで、ちょっとカズローさんにちょっと連絡したら、本当にいまして、一緒に写真撮りました。で、カズローさんとはですね、まだ実際に会ったことはなかったんですけど、まあちょっと、DM とかを使って、まあコラボの話とかをたまにしてました。で、ちょうどカズローさんが、肉離れをしてしまって、ちょっとまあ延期という形になってるんですけど、まあちょっと昨日初めて会えて、写真撮れたんで、まあ良かったと思いますね。で、他にも、フォロワーさんの方も何人かいまして、会ってお話しした人もいますし、まあ、あと見かけましたよっていう人も、リプをもらったりしました。そんなわけで、昨日本当にいろんな人と会えて良かったと思います。はい、というわけですね、昨日の動画見てもらったと思うんですけど、こちらの水野さんの軟式用グローブ、こちらをプレゼント企画に出そうと思います。で、7777人行ったら、プレゼントキャンペーン開始なんですけど、ちょっとまあ、思ったよりペースが上がってきたので、登録数が上がっていくのが。それなんで、ちょっと早めに片付けをしていこうかなと思います。で、今日はちょっとですね、まあ時間もあるので、少し叩いて、どういう形にしていくのかっていうのを、やっていこうと思います。で、最後は少し質問コーナーの残りの回答を3つぐらいやっていこうと思います。では、行きましょう。はい、というわけでですね、今回はこちらの水野さんのグローブをちょっと叩いていこうと思います。自分が今回作ろうとしている方としましては、やっぱり呼吸面を少し、こっち側にずらしたいんですよね。それなんで、まあここを逆巻きにして、土手抜きをしました。で、あと親指を少しこう効かせてあげたいので、ここを少し叩いて、小指ここの関節を少しつけて、まあ、ここでボールを取りたいんで、ここでボールを取って、素早くボールを持ち替えたいっていうのがあるので、少しここを、作っていこうかなと思います。あとはまあ特にもう結構軟式用なんでいい感じにできてるんで、まあ、そこまでこう叩き込む必要はないかなと思うんですね。完全当て取りじゃなくて、少しこう指が使えて、まあ、ボールをこういう感じでキャッチできるように。はい、少し叩いたんですけど、まあ、こんな感じ で、まあ、こんぐらいでいいですかね。そんなに、形を作ってしまうとあれなんで、まあ、軽めに作りました。はい、こんな感じです。ちょっと逆だと思うんですけど、こんぐらいですね。はい、というわけで、少し叩いたんですけど、まあ、とりあえずこんな感じですかね。まあ、軟式ボールを取る場合ってやっぱりゴムなんで、こう弾いちゃう時があるので、多分硬式の形で作っちゃうと少し違うかなと思うんですよね。それなんで、まあ、個人的になんですけど、少しいつもよりは少し柔らかめに作ろうかなと思います。自分は結構当て取りを強いんで、こっち側でボールを取りたいんですよね。こっち側でボールを取りたいんで、少しこういう感じで親指を入れてあげて取ると、まあこうここでボールが収まるのかなと思います。で、あとは本当に少しノックとかして、まあ、キャッチボールとかして、形を作ればいいかなと思います。で、まあ思ったより登録数も早く上がってきましたので、7777に行きましたら、プレゼントキャンペーンの動画を出すので、その時に、応募をお願いします。昨日の動画とかのコメント欄に、結構くださいっていうコメントがあったんですけど、それじゃなくて、その応募専用動画を出すので、その時に、応募してください。で、詳しい応募方法等はまたの、また後で紹介するので、よろしくお願いします。はい、というわけで、ちょっと今日はこれを叩いていきました。では最後に、質問コーナーの回答ですね、3つぐらいやっていこうと思います。はい、では最初の質問です。大井さんの使っている、バットは何センチのバットを使っていますかという質問ですね。今使っているのが84センチになります。社会人野球の木製に変わってからは、最初は83センチを使っていました。っていうのはですね、自分高校時代80センチの、V コング、ここにあるやつなんですけど、それを使ってまして、だいぶ短いのが好きでした。っていうのは、あんまりインコースが得意じゃなかったんで、短いバットで、まあ、インコースをこうさばいたりしてましたね。でもやっぱり木製になると、83センチぐらいが短いバットになってしまったんで、まあ今はそれに慣れて84センチを使っています。はい、次の質問です。当て取りの時に一番意識しているポイントを教えてくださいっていう質問ですね。当て取りの時にっていうのは、まあ、当て取りっていうあんまり意識してないんですけど、なんていうんですかね、掴まないっていうのがポイントで、あんまり当てて取るっていうイメージはあんまないですね。ただ掴まないイコール当て取りだと思ってるんで、なんかこうボールが来てキャッチしてから持ち帰るんじゃなくて、ゴロとかもキャッチしてから持ち帰るんじゃなくて、ただ来たボールに対してこうなんていうんですかね、そのボールの勢いをこう吸収して投げてるだけなんで、特にそんな足取り意識ってわけじゃないんですよね。多分それで結構読み方として、言い方としては足取りって呼ばれてると思うんですけど、まあ普通に掴まずにこう取るっ
ってことが意識するポイントですね。こうボールをこう握りに行かないでその中でこう当ててるだけなんで、まあ、当て取りって呼ばれてると思うんですけど、まあ、そんなに意識はしてないですね。で来たボールに対してこう掴まずに行かないでこうそのままこういう感じで受けたりそのままこういう感じで受けるイメージだと思います。はい、最後の質問です。群馬県のいいところを教えてくださいっていうことで質問いただきました。群馬県のいいところはですね、だいぶ田舎なんですけど、山に囲まれてます。ですので、だいぶこう自然に囲まれてるというか、まあ、空気が美味しいと思いますね。あとは、有名なもので言うと、まあ、焼きまんじゅうっていうのがあるんですけど、多分群馬県限定で、パンを焼いてそれにこう甘いタレをつけて販売されてるんですけど、それは群馬県では名物として売られています。でそれ本当に甘くて美味しいやつなんですけど、もし皆さん群馬に来たら一度食べてみてください。焼きまんじゅうというやつですね。まあ、あとはその先ほど言いましたが空気が美味しいっていうのはですね、結構、まあ県外出たりとかして結構都会とかに行くと結構空気を吸うと結構なんか喉とか鼻が痛くなったりするんですけど、やっぱりそれはこっちの空気に慣れてしまってるのかなと思いますね。でもこっちに来るとだいぶこう空気がいいので、まあ生活しやすいかなと思います。ですので皆さん、群馬県にぜひお越しください。はい、というわけで今日はこちらのグローブの片付けを少しやったのと、あとは質問コーナーの回答をしました。これから間もなく7777人行くと思うので、その時は皆さんこちらのプレゼントキャンペーン参加によろしくお願いします。そして今回やったのはあくまでも自分の片付けですので、自己責任で片付けをする場合はよろしくお願いします。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。では失礼します。チャンネル登録お願いします。